皆さんこんにちは、キスケです。本日はリーダー枠にヤジロベエを置いて戦っていこうかなと思います。でヤジロベエの強みってなんだってなると、まあ、リーダー枠に置くことによって Z アビリティの体力上げ、まあ、これがまず乗ると。でそれだけじゃなくてこれですよね。これもうぶっ壊れたんやけど、場に出た時敵の体力が 50% 以下の場合必殺アーツをドロー。これがねとにかくぶっ壊れてると、思います。で交代禁止も1回だけつくんですよね。で今の環境ってそのホープソードでユニークゲージ貯めるためにちょっとできるだけ長く受けとこうとかさ、極ベジでチェンジアビリティを貯めるために攻撃受けとこうってあるじゃないですか。そういった油断に交代禁止必殺をぶち込んで格殺していこうと、そういう動きもできますよっていうことですよね。でそれだけじゃなくて必殺アーツ呼んでくる回数制限ってないんですよね。こいつなんでや知らんけど、その時点でぶっ壊れてるんやけど、その呼んできた必殺アーツを悟空ベジータでぶっ破していくっていう、そういう使い方もできちゃうっていう、めちゃくちゃ強いと思います。で体力上げも入ってるんでね、相当楽しめるパーティーになってるんじゃないかなと、思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP 回っていきましょう。さあマッチングしました。紫染めですね、やっていきましょう。まあ多いよね紫染め。各言う俺もまあ紫染めチックな編成にはなってるんやけど、まあただ一つ違うのがヤジロベエが入ってるっていうことですね。ヤジロベエ多分ね使ってる人とか一回やられたことある人やったらわかると思うんやけど、マジで強いからね。マジで強いよ。環境最強のエクストリームは何なんだって聞かれたら、ヤジロベエなんじゃないかっていう可能性もあるからね。極はおしのいで、まあ汎用性の高さから、まあ極はかなっていうのはあると思うけど、普通にやばいと思う。ヤジロベエやってることおかしいもん。はい、まずは一発目。さあこれ体力半分になったので、戻ったのでどうしようかなっていう話ですよね。さあこれは一回捕まえちゃえば余裕のよっちゃんイカ太郎なんですが、バニシングいただいた。はい、あー運命。はい、ここでキャラチェンしないね。はい、終わりです。ヤジロベエだけや格殺。これが強いのよ。これ交代禁止ついてるからな、マジでウケるよな。これやばいよ。もう初っ端から一体のハンデを背負ってることと同意なんでね、これはマジで強い。その今の環境さ、やっぱり不死身とか多いでしょ。ホープソードとか石腕ご飯とか、まあそういうパーティーが多いので、この交代禁止がやっぱり輝くというか、まあこれは全然いいわ。うんおわちゃんですよこれは。はい、ナイス。俺は帰ってくるはずがないので終わりです。あお、勝ちましたね。はい、マッチングしました。サイヤ人パーティー対戦やっていきましょう。お願いします。ヤジロベエの強いところは体力半分の敵と対面すると必殺を無限にドローしてくれるんですよね。それがまあとにかく強い。で必殺アーツが強い悟空&ベジータが採用されてるんで、どこで打ってもうまいっていう、この編成はね、なかなかなんじゃないかなって思うんですが、どうでしょう。ナイスターゴー。よし、
ワンチャン無理か。さすがにね。ちょっと期待しちゃったけど。おわ、ラッキー。はい、これ終わりです。ヤジロベエに交代して、ちょんちょん。これやばくね？やばいと思うんやけど。これもうバックアドでしょ？だから、ヤジロベエと対面することは、まあ、あんまないと思うけど、欲張らずにキャラジェンした方がいいね。うん。意外と硬いっていう本で。意外と硬いんだよな。バニシング回復も すこぶる早いと。いうことで。使ってて楽しいんだよな、ヤジロベ。可愛くない？すげえ可愛いよな。これでキャラチェンできるんで、チェンジアビリティ。これで終わりよ。ラスト。いや、これやべえな、マジで。やばい。で、これ、悟空ベジータのベジータのままにしとけば、攻撃も受けれるし、で、相手のライジングは、赤腕ご飯がいるんで、まあ、直当て以外やったら全然問題ないと思うんでね。終わりよ。マジでこれ、ちょっと可能性感じてきたんじゃない？ヤジロベエに。マジで熱いよね。なるほど。ああ、間に合わないよな。入んのか。ああ、うまい。いやー、これはね、まずいよ。一気に形勢逆転やわ。うん、さすがに落ちるんでね、ラスワンライジングは耐えるはずがない。うわー、これちょっとまずい。うん。いやー、どうだこれ。まあ、究極アーツ打つしかないか。特殊アーツ2回、時止めできるんで、時止めして、まあ、何かアクションを起こしてれば、必殺アーツぶっ込んで勝ちっていう感じで、いけそうだな。一発目外れ。いやー、前突っ込んできてるわ。ほら。あー、回避しないか。やるべ。役に立ってみぞろ。ただこれ体力半分なんで、ヤジロベ出てきたら、必殺はずドローするっていう。マジで悪魔よ。うん。いや、これ当たっても落ちないとは思うけど、よし。さすがに、いけるっしょ。よっしゃー。いや、これまたな、落としといてよかったな。はい、マッチングしました。紫染め。多いね、やっぱり。これは多分、スーパーベジット、悟空ベジータ合体ザマスなのかな？まあ、縛ってとんよ。お願いします。あ、そっちなんや。なるほど。まあ、落ちバフもあるしね。意外と使えんこともないっていう。ちょっと早かったな。こっちも特殊で見るか。ああ、ちゃんとキャラチェンしてる。 OK。 はい、し、いやー、見るな。外さないか。はい、打っちゃう。うわー、なるほど。ただまたチェンジアビリティは溜まってないね。いやー、必殺あればな。間に合わないか、必殺あっても。ちょっと流れが悪い。あ、ラッキー。これは美味しい。さあ、これはドロソク上げて、特殊圧で、ライジングぶっぱしちゃおうか。ぶっぱ。まあ、ライジングで落としたりすれば、ドラゴンボール覇気も、そこまで言いたくないんで。だ、そろそろさ、交代禁止でめちゃくちゃ強いキャラクター登場してもいいと思わへん？ここまで不死身とか復活が流行ってるならありだと思うんだよな。だから純粋な交代禁止ってほんまに減ったよね。そのメインで10カウント交代禁止とかめちゃくちゃ減ったと思うんやけど俺。
多分まあ分かってるんでしょうね、運営も。今の環境を交代禁止出したら終わるって分かってるんやろな、多分大正解なんだよな。なんか交代禁止じゃなくてカウント不要が増えてきたよね。わー落としきる、強い。ソーカーズ入る。これ体力半分にしちゃえば、あー、はい、切り裂き落ちるっしょ。うわ強っ、マジでヤジロベ強いな。はい、マッチングしました。合体戦士パーティー対戦やっていきましょう。ヤジロベがうまくハマればさ、めちゃくちゃ試合時間短いわ。一体落としきるから3対2の状況にめちゃくちゃ簡単に持っていきやすいんだよな。だからこのパーティーは先手取れれば取れるほどめちゃくちゃ美味しいと思う。マジであるぞ、ヤジロベ採用極ベジヤジロベ採用極ベジが環境トップに来るかもしれない。出てこうへんと思うんやけど、 OK。 ほい、変身できる、射撃、あー OK、 よかった。まあ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 、このタイミングでヤジロベ出しても交代禁止もったいないんで、単発止め当たった方がいいって分かってんねんけどさ、反射で避けちゃうんやけど。しやったので避けないな。よし、でヤジロベそのサイヤ人に対して特攻持ってるんですよね、打撃用ダメージ 40% ぐらいの。シンプルにヤバくないそれって。今の環境サイヤ人多いし。はい、オッケー、あ、ミスった、ミスったやらかした、反射で射撃圧をしちゃったよ。必殺やったら落ちとったのに。あー美味しい、落ちないか。さすが最新の全開学生やね。うまい交代禁止結局無駄にしちゃって。もったいねースーパーウーブ落としきらんかった、つえな。交代禁止回ってる。慎重だね、俺もやけど。ウーブのさ特殊圧ってさ発生早いのかな、それともモーションが早いからそう見えるだけなんかな、どっちなんやろ。中距離でボンって打たれてもさ、バックステップが入力できないんだよな。反応速度がおじいちゃんすぎて。ナイス。いや苦しいやんこれ、ちょっと入る。うん、さすがにね。ナイス、これはうまいな。いいよ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 。あー出てくるか。はい、バニシング大事にするね。オッケー、バックアド、ヤジロベ強え、マジで。フェスティバルのさ、無料チケットで、マーサルガシャあるやん。300連無料みたいな。あれで結構ヤジロベ出てさ、マジで一番の当たりやったわ。ヤジロベが。すげえ強え。怪物やん、こいつ。合体戦士の中にいる怪物なんやけど。危ないよ。
必殺技残しとこうか。即圧来るか。はい、よし、手がたく、あざした。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はヤジロベエをリーダー枠においてゴクベジとオタックで使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。ヤジロベエ強くね。マジで強いよね。やっぱりそのね、ある程度ちょっと攻撃受けとこうっていう相手に対してヤジロベエチェンジして交代禁止必殺で格殺していくっていう動きが超強かった。ほんまに強かったわ。うん、だからまあヤジロベエってそのドラゴンボール編で使うのが多分一番強いとは思うんやけど、リーダー枠が実装されたことによって、まあ、いろんなパーティーに入るんでね、わりかしね今の環境に刺さってるよこいつは。はい、相当強かったと思います。よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。